ザムエルフォン・プーフェンドルフザムエルフォン・プーフェンドルフはドイツの法学者ザクセンのドルフ・ケムニッツで牧師の子として生まれたイエーナ大学で法学文献学歴史学を学んだ1661年からハイデルベルク大学で国際法の教授を務め1668年からスウェーデンのルンド大学の教授となったウェストファリア条約で カクラントの諸講権が確立すると、普遍的な書かれた理性たるローマ法はその権威を失墜し、新たな理性法が要求された。この要求に対し、プーフェンドルフは世俗的自然法論を展開した。彼はトマス・ホップズと同様に自己保存本能を出発点としたが、人間の無力さゆえに他人の助力を要するとして自然状態は、 家族結合のような社会関係であるとし、完全な闘争状態を否定した。しかし、この自然状態が宗教的な内面の良心によるだけでは不安定であり、それゆえに社会契約によって国家を形成し、その権力によって平和と安全、国民の福祉を実現するべきであると説いた。このような自然法論は人間の本性から論証していくという点で、 プロテウス自然法論の世俗化をもたらし、30年戦争後の皇帝権、強行権衰退のもとで、諸行に有利な国家論を基礎づけるに至った。プーフェンドルフの見解は、ザムエル・シュトリクにより、パンデクテンの現代的寛容の名のもとに、司法実務に根付いた。ありがとうございます。